では今回は783系の特急のハイパーサルーンですね、リニューアル前といいますか登場した時の姿の、783系 JR 最初の特急列車ということで783系特急ハイパーサルーン。ちょっとこの車両は、車輪が汚れていて微妙ですので、これからクリーニングなどをかけていきます。ライトがつかなかったのですが、だいぶ点灯するようになりましたかね。かなり動力車の方も、ギクシャク感があり走りが良くなかったです、ちょっとギーギーギー音がしますね。こちらの方をクリーニングをかけていきます。2台クリーニング線路を使用していますので、なかなか強力にクリーニングできると思います。このクリーニング線路の威力はなかなかですね、何回かこう走行させただけでだいぶ走りの方も良くなりました。はい、クリーニングします。ただ動力車と同じモーターを使っているのか、またね、空冷式などというのがついてませんので、連続の使用はなかなかできませんね。走行用のモーターからギアを介して、線路を振動させているものと思われます。ここにね、クリーナーをつけて掃除をしていきます。かなり走りは良くなりましたけど、ちょっと微妙ですね。少しこのライトの点灯があまり良くないですね。ライトつくようになりましたかね。ライトはつかないですね。はい、懐かしい JR 九州のハイパーサルーンです。7両で、二次車ですかね、これはね、売店スペースなどがある付随車は確か二次車から登場したと思いますので、だいぶ先頭の、この走りですと一番後ろの黒783ですかね、全車グリーン車タイプ、こちらの方の電球はちょっとつくようになってきた感じがしますけど、微妙ですね。それでは逆も聞いてみたいと思います。
だいぶクリーニングして、それでもやっぱり走りにギクシャク感は少し残ってますね。これは完全な分解整備ですかね。ハイパーソレルかっこよく走ります、まあ、JR 最初の特急列車というか、新造車最初の新造車ですかね。ちょっとこちらの方のクモハ783の方がなかなかライトが点灯しないですね。はい、マイクロエースの783系ですね。まあ、こうやって見るとなかなかに、まあ上から見たことはあまりないのですが、当時としては頑張って最新鋭のものを取り入れたんですかね。はい、こちらが全部グリーン車ですね。先頭車、1号車、グリーン車です。JR 九州も頑張りましたね。まあ国鉄分割民営化した後に、まあなんとね、当時思いもしなかった JR 九州が上場してしまうなんてことはね、誰も思いもよらなかったかもしれません。はい、こちらが反対側の先頭車、クモハ783ですかね。こちらはね、赤い飾り帯がちゃんと前まで回っているというね、そういう仕様ですね。今テールランプついてますね。こんな感じですね。最初の頃は7両、5両または7両で、博多から鹿児島を結んだように思います。まあ今のように鹿児島中央ではなくてね、西鹿児島だったかと思います。西鹿児島駅というと、はやぶさやこれ先頭の上天灯もね、ちゃんと反応しますね。はやぶさなどが西鹿児島まで、走っていってくれていたように思います。こうやって見ると模型ですけど、なかなかねハイパーサルーンの特徴、頑張って表していますね。まあ、ちょっとねこれ車輪をしっかり清掃すればもうちょっと元気に走ってくれるとは思います。では以上になります。まあ、こればっかりは好みですかね。最初ツバメ787系のツバメが登場した時には、こちらの方もブロックパターンのね、青緑などのブロックパターンが配された塗装に変更されてね、この先頭の白い部分までシルバーに塗られて、フォグランプまでついてね、リニューアルしたかなと思いますが、リニューアル車の787系の方が意外と人気でね、模型でもたくさん売れてるようですね。ただマイクロエース製は結構希少性があるので、見かけた時には早く買っておくのがおすすめかと思います。はい、なかなかかっこいいですね。ハイパーサルーン懐かしいですね。
787系に人気をされて、ちょっと影が薄いハイパーサルーンですが、これからも末永く活躍してもらいたいと思います。はい、今回は以上になります。